まあ、100万円あったら市川さんだったらどういったカスタムをするのかと。4ナンバーを頼んで、はい、バットマンフェイスというか、さらに顔がかっこよくなる。そう、でこのタイヤにするだけでこの上げ系っていうのをさらに際立つから、逆に映えるかな。確かにそう。あ、高さを調整できるんですね。あ、すごいですねそれ。はい、こんにちは。GR8 入りたいんです。こんにちは。こんにちは。今日はですね、市川さんのね、プロデュースするハイエースですね。はい。まあ、100万円あったら市川さんだったら、どういったカスタムをするのかと。はい。うん。その企画の車両が完成しましたので。完成しましたね。ご紹介をしていくんですけども、はい。パーツの選定は市川さんが、ね、これがいい、これがいいというふうに悩んでつけたものなので、そうですね。まあ、もちろんその、選ぶからには、こだわりポイントがあると思います。そうですね。そこを含めた上で、車両をね、説明していきたいなと。はい。はい。じゃあやっていきましょうか。はい。はい。します。じゃあ、やっていきます。で、まずベース車両。はい。ハイエースのね、ナローボディダークプライム2と。はい。6型ですね。新車の、ね。新車の6型。はい。で、色はブラックマイカ。はい。はい。これ 4WD の4駆車両です。そうですね。はい。まず先にコンセプト、全体的なコンセプト、総合して言うと何なんですか？まあその前回の動画でも話したと思うんですけど、うんうん、はい、そのデモカーに近いようなフォルムで、はい、なおかつ4ナンバーを保って、4ナンバー。はい。バットマンフェイスというか。そういうことね。はい。じゃあそれをですね、はい、解説してもらいましょうか。はい。早速、フロント周りからいきましょうか。はい、バットマンフェイス来ましたね。はい。はい。バットフェイスとユーロボンネット。はい。まあ、こちらは GR8 のものですね。そうですね。はい。プレスラインもしっかり入ってて、はい、ヘッドライトも若干被るというね。はい。うん。ちょっと遠目から映してもらうとね、ちょっと悪いようなね、そうです、顔つきがね。はい。またいいですよね。いいですね。もちろんこのセーフティーセンスも被らないような企画になってますので、はい、セーフティーセンス車両にも、しっかり取り付けが可能です。はい。はい。こちらついてますね。あと、ヘッドライト。はい。これはね、ダークプライム2なんで純正の LED ヘッドライトついてますけども、はい、これ、カバーついてるんですよね。はい。はい。これどちらのカバーですか？レガンスさんの。レガンスさんですね。はい。レガンスさんのヘッドライトカバーついてますね。はい、まあ、お色が何色か選定できるんですけども、はい、その中でもお色がこれライトスモークです、ね。はい。あと、これ見ていただくとわかるんですけども、しっかりとヘッドライトの光軸が出る部分は、切り抜いてある設計なんですよね。はい。それなので、よくある、ヘッドライトカバーつけちゃうと、光軸が、取れなくなって、はい、光が弱くなったりだってとか、そういった部分は防止できるかなと。そうですね。ね。でも、ちょっとここはスモークかかってるだけで、はい、さらに顔がかっこよくなる。そうなんです。ヘッドライトごと交換しないでかっこよくできないか。そういうことですね。ということを考えたときに、このカバーがいいんじゃないかな。そういうことですね。はい。例えばヘッドライト変えようと思うと、はい、まあ、メーカーさんにもよるんですけども、だいたい10万円近くしちゃうのかなというところを、このカバー、こんだけ見た目が変わると。そうですね。そこがこの魅力なのかなと思いますね。はい、あと、フォグライトもね、はい、変わってますね。これもこれもフォグカバーでレガンスさん。これもレガンスさんですね。はい。6000円ね。はい。うん。まあ、本当だとノーマルはクリアのレンズなんですけど、ここに黄色のね、はい、ワンポイントがあるだけで顔つき変わりますよね。そう、バットマンっぽい。ね、はい。ちなみにこれ、ヘッドライトつけた時どうなるかっていうのも。見たいです。見たいですよね。はい。はい、じゃあ一回つけてみましょうか。はい。いいですね。いいですよね。うん。しっかりと光も出てるんで、はい、でもヘッドライトの黒い感じも出てるんで、はい、かっこいいですよね。かっこいいですよね。フォグライトが黄色っていうのがまたおしゃれな。そうなんです。僕今カメラ越しに見てるんですけど、カメラ越しで見るより色黄色いんですよね。そうですね。はい。かなり黄色くかっこよく見えますね。次はですね、はい。スポイラー。スポイラー。はい。はい。まあ、GR8 の企画だから選んだチョイスですよね。まあ、いやいや、そろそろその辺だけでも GR8 のパーツが止まってもいいかな。はい。ちょっと焦ってる感じがなんかそうなのかなって。GR8 のフロントスポイラーついてますね。はいはい、ここまでが純正のバンパーなんですけど、ここからここの間だけがそのスポイラーになってて、薄いので、こういった4駆車両の上げ系と言われるような、
カスタマイズにもすごく合うんですよね。そうなんですよね。見た目が合う、はい、うん、でしっかりとそういう凹凸も出てるデザインなんで、そうですね、うん、存在感もしっかり、こんなちっちゃいのありますもんね。はい、はい、それがなかなかいいところですよね。そうですね、はい、ちょっとエアロの話なんでサイドも先に行きましょうか、はい、でサイドスポイラーとね、はい、うん、やっぱフロントサイドリアとしっかりついてると見た目はまた違いますね。そうですね、はい、もうそこは合わせました。はい、でリアバンパー、はい、リアバンパーはちゃんと純正のコーナーセンサーを埋め込んだんですね。ですこれ増田店長が頑張ってくれて、増田店長が、はい、あ、増田店長意外と器用に綺麗に塗ってますね。そうですね、はい、もうちょっと不器用だと思います。星5ですね。リアバンパーも純正だとここにステップがある。はい、ね、まあもちろんステップが重要性がある方もいらっしゃいますよね。はい、仕事だったりとか。ね、ただ、ないだけでこの、スッキリする、しますよね、はい。ここが、フラットになるだけで。そうですね。ね、で、形状としては、ここに一回中に入って外に出るっていう凹凸が、出てるようなデザインがうちの、ジアレートのデザインですね。特徴ですね。はい。じゃあ次、ホイール行きましょうか。はい、ホイール。レイジさんのね。すごいかっこよくないですか？うん。まあなんかすごいドンピシャだもんね。はい。ね。M9、デイトナー M9 ですね、はい。で、タイヤは、もう、東洋版のね、オープンカントリー。はい。うん。これも、タイヤもすごく人気ありますからね。そうですね。うん。このタイヤにするだけで、この上げ系っていうのがさらに際立つから。はい。で、マットガード。じゃあ、そのマットガードね、はい。うん。マットガード。まあ、今回はやっぱ黒に合わせたんですね。そうですね。黒に合わせて黒。ね。全部真っ黒ね。はい。うん、まあ。すごくかっこいいですね。そうですね。うん、ちなみにこれ車高云々は何もノーマルのまま。車高はノーマル、はい、うん、まあハイエースの4駆の場合は肉のハイエースと比べて、はい、若干車高は高い設定になってるんで、そうです ね、 ね、高い設定になってるんで十分高さは出るんで足回りは触る必要はないってはないんですよね。そうですね、はい、これですか、はい、レモ3と、はい、シグマじゃないっていう選択ね。僕レモ3のデザインがすごい好き、ね、言ってましたもんね、はい、レモ3が好きなんですよ。そうです、このラインが好きなんですよね、はいはい、ちなみに店頭イメージもね、せっかくだからね、はい、こんな感じですね、はい、はい、じゃあブレーキ、はい、はい、ハザードですね、はい、でちなみに今あのウィンカーは点灯になってますけども、はい、これは流すことも可能なんですよね、はい、こうやって流すことも可能です、はい、忘れちゃいけないね。ちょっとしたアイテムはまだリアにありますね。マフラーカッターですね。マフラーカッター。マフラーカッター。はい。こっちは GR8 のマフラーカッターです。はい。はい。あくまでも、あのね、名前の通りマフラーカッターなんで、はい、純正のマフラーに、ま、取り付けするだけ。もう、ほんと簡易的なものなんで、はい、どんな車両、ガソリン車でもディーゼル車でも付きます。はい。ただ、これが付いてると付いてないだけ、全然イメージ変わるんですよね。そうなんですよね。はい。リアからのイメージがね。はい、まあ、マフラーの存在感がしっかりいると。そうですね。うん、ノーマルだとね、やっぱちょっと小さめのマフラーがピッと出てるだけなんで、うん、でね、これからだけ違いますね。はい。はい。外装についてはこんな感じですか、カスタム。そうですね。はい。はい、じゃあ次、内装行きましょうか。内装。はい。じゃあ内装ですね。はい。はい。まず、目につくシートカバー。はい。ね。これ GR8 のシートカバーですよね。はい。はい、内装ダークプライム2なんで、天井も黒で内装基本的には黒ベースなんですけども、はい、そこで茶色を選んだ理由をちょっと説明していただいていいですか。そうですね。はい。まあ、外装も、はい、まあ、見ていただいた通り真っ黒なんです、ね。真っ黒ですね。基本的に真っ黒だったんですけど、はい、内装でアンティーク調というか、そう、そういうことですね。茶色っぽいのがあると逆に映えるかなっていう。確かにそうですね。そういう意図でつけました。ちょっとね、ポイントで色を出してるんですね。そうです。フォグライトでイエローを出したりとかね。そうです。内装で言ったら、このアンティーク調の、そうなんですよね。このシートカバーのね、はい、茶色を出してる。はい。うん。まあ確かに映えますね。おしゃれです、ね。おしゃれですね。はい。はい、で、次。こちらですね。センターコンソール。はい。まあこれはね、うちでも不動の人気とも言われるね。そうですね。センターコンソールですね。はい。はい、まあカラーもいろいろ、いろんなカラーを展開してるんですけども、はい、今回はブラックブラックと。ブラックブラック。はい。まあ、ここはブラックで押さえるんですね。そうです。ここはもう真っ黒で押さえるんですね。そうです。はい。ちょっとね、まあ、何度も説明してますけどね。はい、この、ね、はい、クッション性のある肘置きとね、はい、ね、すごく触り心地もいいですしね。はい、で、この収納性と。はい。はい、で、ジュース置くとこが2つある。まあ、パックも置けるようなね、はい、設計になってますと。で、こちら何かって言ったら、このスマートフォン。
スマートフォンもこうやって置けると。はい、で、小さい小物ですね、はい、も置ける。はい、これもね、もうめちゃくちゃ人気ありますね、そうですね。うん、でも、正直これあるだけで快適性が変わってくるぐらいのアイテムですからね。はい。もうこれすごくいいです。はい。じゃあ次ね、はい。こちらですね。はい。はい、USBポートですね。USB ポートです、ね。はい。これももうすごく人気ありますね。はい、まあ、これ、イグニッション入れてもらうと、ホワイトですね、はい。光ってますね。はい。で、これの色の展開もあるんですよね。はい。ホワイトとブルーと、ありますね、はい。はい。で、充電するとですね、これ今、増田店長からね、携帯の充電器借りてきたんですけど、なんかめちゃくちゃ短い。はい、星5ですね。思ってる短い。はい、はい。これさせていただいて、はい、携帯充電させていただくと、充電中は、こういったオレンジに光ると。はい。いい感じですね。すごくいいですよね。はい。はい、で、もちろんこれ、充電が終わって、今抜いたんですけども、はい、抜くと白に戻ると。はい。はい、そういった風になってますね、はい。だからこれをね、こうやって刺しながら充電することもできるんですけど、これちょっと短いんですよね。はい、星5ですね。次はですね、アシストグリップですね。アシストグリップ、ね。はい。これも色はブラックをチョイスしてますね。はい、今、一応色の展開だけ説明すると、はい、まあ、黒以外にも赤と、はい、あとシルバーですね。3色の展開がありますね。はいはい。これアルミの削り出しになってるんで、ね、質感がすごくいいんですよね。高級感とね。アップで映していただくと、GR8 っていう風にね、はい、うん、ちゃんと書いてあるんですよね。こうやってね。はい、っていう形ですね。はい。じゃあ、ちょっとじゃあ、2列目もちょっと見ましょうか。はい。で、2列目。さっきのシートカバーの続きですけどもね。はい、2列目のシートカバーもこんな感じですね。はい。はい、もう、すごくフィッティング、取り付けに対するフィッティングもね、バッチリしてるので、はい、まあ、シートカバーなんですけど、シートカバーと思えないほどしっかりついてます。はい、最後ね、はい、一番の市川さんのこだわりポイントが ね、詰まったリア周りを、ね、はい、ちょっと説明していきましょうか、はい。はい。じゃあね、次はこだわりのリア周りいきましょうか。はい。はい、で、マストでもあります、ベッドキットですね。はい。はい、GR8 のね、はい、ベッドキットです。で、高さ調整ができるタイプですね。そうですね。はい。でね、これはね、とても便利ですね。4枚、板がここに乗ってる状態なので、はい、いらないときはこれ外していただくと、はい、普通に荷物を乗せる空間もできますね。はい。はい、大変人気な商品ですね。そうですね。で、あと、床張り。はい。ね、しっかり床張りも施工したんですね。そうなんです。ね、この床張りもすごくいいですね。そうなんです。ね、色もちょっと黒っぽい木目。そうです。はい。一番こだわった部分がここからあるんですよね。そうなんですよ。はい。それをね、じゃあね、市川さん。やっていただいていいですか？あ、僕が。はい。せっかくの市川さんがやった方がね。まず、はい、真ん中の2枚を。真ん中の2枚ですね。外します。はい。ベッドキットの真ん中を2枚だけを外しますね。はい。2枚外してね、こんな感じですね。はい、これを、はい。今から取り付けていきます。テーブルですね。はい。テーブルです。メーカーさんどちらでしたっけ？レガンスさんです。はい。テーブルと、この棒、はい、棒っていうかね、別売りになってるんですよね。そうなんです。はい。ああ、はい、そういうことですね。はい。ね、今こうやって座ってるんですけども、はい。はい、ね、このテーブルを利用できるっていうことですね。はい、そうです。はい。もうすごくいいですね、これ。そうなんですよ。うん。もう、ベッドキットとして使うときはもう4枚板で。そうですね。車中泊など。そうです、そうです。はい。で机を使うときは2枚でっていう、はい、本来こういう使い方ってあんましないじゃないですか。しないですね。うん。でもその4枚板であるからこそできるような。そういうことですね。そうです。うん。なんかあれですね、うちのライトキャンパーキットってあるじゃないですか。そうですね。ね、ライトキャンパーキットも同じような、使い方としては、ベッドにもなりますし、こういったテーブルにもなるっていうものが、はい、かなりこれだとリズムになるぐらいにできるんじゃないですか。そうなんですよ。ね。ちなみにこれ結構使い方いろいろあるんですよね。はい。はい。今こういう机って大体、うん、その高さは固定のものっていうのが多いと思うんですけど。ああ、そうですね。はい。そうです。ポールだったりとか。はい。でもこれ、そのレガンスさんの。レガンスさん。こうやって。あ、高さを調整できるんですね。あ、すごいですね、それ。そうなんです。高さをいろいろ調整できるんですね。あ、これ低い状態だ。そうです。ね、すごくいいですね、それ。そうなんですよ。なので、例えばベッドキットを外した状態だったとしても、うんうん、床にこうやって座った状態でも、ああ、そういうことですね。ベッドがなくても床を座った状態でも、こうやって横にもできるので、あ、そういうことですね。そうです。でちなみになんかこういうね、はい、ジュースを入れる部分だったりとかね、そういったものも左右に
そうなんですね。ね、2個ずつついててね。ドリンクホルダー2つに、うん、まあ、スマホだと。ね。あともう1個。はい。例えばベッドキット全部外した状態でこれだけついてる状態があったとして、やっぱり机って荷物があるときかさばったりするじゃないですか、うん、はい、まあ、そういうとき外すのもいいんですけど、外すのがちょっと面倒だなっていうときは、うん、はい、こうやって横にもできるので、これで、あ、そういうことですね。そうです。あ、そういうことですね。そうなんです。へ、なのでかさばらないんだ。そうです、そうです。もう一つのもう細くなっちゃったんで。あ、そうですね、確かに。ダンボールとか。そうですね。あの、うんうん、荷物を置いて。使わないときは、ね、この状態だったらしまいやすいかもしれないですね、です本当に。もうすごい素敵 な、 いいな、ね、組み合わせですね、これは。はい。そ、はい、うそう変わりますか。はい。はい、ではですね、市川さんのカスタムですね、はい、車両をですね、ご紹介させてもらいました。はい、今回の企画でね、100万円でどこまでできるかカスタムなんですけども、そうですね、はい、パーツ料金合計ですね、はい、はい、85万と810円になってます。はい、はい、まあ、すごい高い値段ですけども、はい、85万810円で、外装こんなにね、かっこよくなって、ね、内装もね、抑えるポイントを抑えてね、なんといってもね、一番最後にご紹介した、はい、あの、ベッドキットとテーブルと、はい、リカバリの組み合わせ、はい、あれはすごくありだと思います。ありがとうございます。はい、もう僕、こんだけつけてて、うん、もう100万円ちょっと、多分、すごい超えちゃうんだろうなって思ってたんですけど、実は計算してみたら、案外、そうですね、みたいな感じだと思って、うん。かなりあるんですね。はい、でもこの企画自体結構面白かったね。そうですね。ね、今回は市川の倍ですけどね。はい。で、次は誰かの倍で作りたいなと。そうですね。ね、やっていきたいなと思いますね。今回、あの、市川さんプロデュースなんで、はい、どうでしたか、今回の動画は。まあ、一言。一言。楽しかったです。楽しかった。まあ、楽しいが一番いいからね。楽しいが一番いい。いや、もうなので、はい、その、僕、ハイエースっていう車両を、うん、そのディアレートに入ってから、はいはい、こうやってカスタムとかするようになったんですけど、はい、で自分がいざやったら、まあ、こんだけ楽しみながらそうです、ね、カスタムパーツを選べるんだなっていう、うん、そういうところも知れたので、うん、すごい良かったです。ありがとうございます。いえいえ、その、笑いました。はい、このありがとうございましたとね、言ったね、車両はね、別に市川さんにあげるわけではないんですよね。そうですよね。はい、こちらの車両ね、はい、GR8。大部店の方にね、はい、あの、展示してあります。はい。はい。販売してあるんですよ。そうです。はい。展示してあります。はい。はい、新車です。はい。で、ちなみに今、新車の納期すごくかかっていますよね。半導体の影響でね。はい。速納ですよね。速納です。速納です。はい。速納できる車両はこちら以外にも新車、春日井店にも大部店にもございますので、はい、ぜひ新車お問い合わせください。はい。また、こちらの車両の、細かい詳細欄ですね。はい。詳細画面、ごめん。詳細欄の方に貼ってありますので、はい、ぜひクリックして、お確かめください。お願いします。はい、お願いします。では、今日もですね、最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。はい、最後になりますけども、高評価、チャンネル登録ですね、ぜひともよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。